はい、前回は、Docker Compose でとりあえず、コマンドを叩いて環境がよくわからんけどとりあえず立ったよっていうところまではいけたと思うんで、まあ、今回からは、まあ、あのコマンドの意味とか Docker Compose ファイルの意味とかを理解できるようにちょっとずつ説明を していきたいと思います。じゃあまずはあの Docker イメージと Docker コンテナについて説明をしていきます。まず Docker コンテナって何かっていうと、今までも出てきてたんですけど、まあ、Docker で立てた実行環境のことを Docker コンテナと思っていて、まあ問題ないかなと思います。 Docker コンテナは Docker イメージから作成されます。じゃあその Docker イメージなんですけど、 Docker イメージって何かっていうと、まあ、コンテナの元となるものですよね。最初の方にも話したんですけど、 Docker っていうのは、まあ、べき等性っていうのが性質にあるんで、まあ、同じ Docker イメージから建てたコンテナはどこで建てても何回建てても同じものができるっていうようなものになります。もしあの今プログラミングの勉強している人とか実際に仕事で書いてる人は、クラスとクラスから生成されるオブジェクトみたいなものをイメージすればいいかなと思います。まあ、よく言われるのが、Docker イメージがたい焼きの型で Docker コンテナが出来上がったたい焼きみたいな説明をよく見かけますね。まあ、あの同じ型に入れて焼いたら毎回同じ模様の同じたい焼きができるっていうようなイメージで分かりやすいかな。で、じゃあその Docker コンテナ、環境を立てる元となる Docker イメージはどこから現れてくるのか、どこから持ってくればいいのかっていうと、まあ、3つ大きく分けて、方法があります。まあ、1つが Docker コンテナから生成する方法で、あとは人が作ったイメージをそのまま取ってきて使う方法で、その人が作ったイメージをカスタマイズするような方法が、まあ、あるかなと。まあ、コンテナから生成する方法っていうのはおそらくそんなに頻繁に使う機会はないかなって思うんで、まあ、この動画では人が作ったイメージを取ってくるっていうのをまずこれから説明して、そのイメージをカスタマイズするっていうのを説明を後からしようと思います。じゃあまずは人が作ったイメージを取ってくる、これはどっから取ってくるのかっていうと、 Docker Hub っていうものがあります。 Docker Hub っていうのは Docker 社が運営している Docker レジストリになります。あの世界中の人が作ったイメージを Docker Hub に上げておいて好きなようにみんなが使えるっていうようなもの。 GitHub とかを使っている人がいたらイメージしやすいと思います。で、そこには Docker Hub 公式のオブジェクトと非公式の誰でも上げれるようなイメージがあります。で、大きく分けて、まあ、OS だけのイメージと、まあ、OS にアプリケーションがインストールされているものがあります。これが Docker Hub のページですね。でここで使いたいイメージなんかを検索すると、こういうふうに PHP のイメージが出てきてくれて、で他にもいろんなイメージが上がってます。で、このオフィシャルイメージっていうマークがついているものがどっか公式のイメージになります。で、まあ、非公式のイメージが悪いっていうわけじゃないんですけど、まあ、誰が作ったかわからないんで、まあ、もしかしたら悪意のあるようなイメージが上がってるかもしれないんで、まあ、とりあえず使うときはオフィシャルイメージを使っていたら間違いないかな。じゃあ、その Docker Hub に上がってるイメージをどうやって実際に取ってくるのかっていうと、 Docker には、コマンドが用意されているんで、コマンド操作でイメージを取ってきたりとか、まあ他のコンテナ立てたりとかっていうのも全部 Docker の操作はコマンドで行います。で、ここの今、画面に出てるのは、まあ、一例なんですけど、まあ、イメージ取得してコンテナを起動するまでにはこういったコマンドが必要になります。リファレンスとかもあって、この URL のところに日本語
訳されたあのドキュメントが上がってるんですけど、まあこんな感じで、まあ様々なコマンドがあるんで、まあ気になった方はこの辺を見ていただけると、まあ、どんなコマンドがあるかっていうのがわかると思います。で、Docker のコマンドにはいろんなコマンドがあるんですけど、まあその中に、あのイメージの取得からコンテナの起動までをいっぺんにやってくれる Docker Run とかっていうコマンドもあったりします。まあ、他にもいろんな便利なコマンドがあるんですが、まあ、今回は、まあ、手順一個一個踏んでいった方が分かりやすいかなって思うんで、まあ、こういったコマンドは省略して説明させてもらいます。まあ、実際にこの実務で使うときとかは、まあ、いろんなコマンドを使ってると思うんで、まあ、そこら辺はちょっと見てみてください。はい。じゃあ、今から Docker を使って実際にあの PHP と Apache の環境を立ててみようと思います。この絵を見ながら今どういうことをしているのかっていうのをイメージしながらコマンド操作していきます。まずは、この Docker Hub から使いたいイメージを取ってくること、ところから始めます。PHP のイメージを今から取ってくるんですけど、まあ、アパッチのイメージが欲しいんで、このタグズってところで、まあ、バージョンだったりとか、まあ、PHP8 が欲しかったら8っていうタグを検索したら、まあ、大体バージョンとかがついてくれてて、じゃあ今回アパッチのイメージが使いたいんで、このタグにアパッチって入れて、で、まあ、なんでもいいんですけど、今回は、この、8.13 アパッチっていうバージョン、タグ名がついてるイメージを使いたいと思います。で、8.13 っていうのが PHP のバージョンで、まあ、アパッチって書いてあるんで、きっとアパッチが入ってるんでしょう。で、このアパッチの後ろに OS のブルザイとかって書いてある、OS 名まで指定してあるものがあるんですけど、まあ、今回は何でもいい、まあ、合わせてもらえればいいかなと。で、確か何もついてないのは、まあ、Docker が用意してくれてる Linux の OS だったかと思います。で、まあ、せっかくコピーできるんで、コピーして、Docker プルしていきたいと思います。で、Docker プルするときは、この今 PHP のイメージをプルしてこようとしてるんで、PHP とコロンの後ろが、もう、さっき見ていた、このタグ名の指定でプルしてくることができます。で、こういうのも、この辺を見れば、まあ、書いてあるんで、イメージネームとタグとかっていうのが、このマニュアルとかを見ながら操作してみてください。で、プルしていきます。で、ちょっとインストールまで待ちます。今は、この画像でいうところの Docker のイメージを自分の PC 内にインストールしてきているところですね。じゃあ、インストール終わったんで、実際にインストールしてできているかどうか見ていきます。で、イメージがあるかどうかは Docker イメージ LS。で、今 PC 内にインストールしているイメージが見れるんですけど、まあ、自分は他にも結構案件で使っているイメージとかが入ってるんで、グレップさせてもらいます。でもしグレップがよくわかんない人がいたらいけないんで、ざっと説明すると、まあ、出力結果をこの Apache っていう文字列で絞り込むということだけなんで、まあ、Docker とは全く関係ないコマンドなんで、皆さんは Docker イメージ LS だけやってもらえればいいかな。はい、で、まあ、何個かあって、こいつですね、さっきインストールしてきた 8.13 のイメージが入っていますね。で、今イメージが入っていることが確認できたんで、次はコンテナを立てていきたいと思います。で、コンテナ立てるには Docker コンテナクリエイトっていうコマンドを使います。
で、これもイメージ名、コロン、タグ名で選択できますね。これがイメージ名で、でタグ名ですね。で、またしばらくコンテナ立ち上がるまで待ちます。で、これでコンテナが立ち上がりました。今コンテナは立ち上がったけど停止している状態です。で、これを確認するのは、ロッカーコンテナ ls で -a ってつけると、-a は all の略なんですけど、ls だけだと、今立ち上がってる、この起動してるコンテナしか、見てくれないんで、まあ、停止してるコンテナを見たいときは ls をつけます。あ、ls じゃない。-a をつけます。で、またちょっとグレップさせてもらって、こいつですね。ちょっと見にくいかな。で、今、1個作成されたコンテナがあります。で、これがコンテナ ID になるんで、これを指定して、次はコンテナを起動させていきます。コンテナ名で、スタートかな。確か。で、これでコンテナ立ち上がりました。で、次は、どっか、ls、さっきの -a なしバージョンですね。で、これで立ち上がってるコンテナだけを見ることができます。なんで、今、この php 8.14 のコンテナが PC 上に起動した状態ですね。で、これで自分の PC の環境上に 8.14 の PHP の環境を立ち上げることができました。なんで次は今立てた PHP のコンテナにアクセスしてコンテナ内で PHP を動かしていきたいと思います。で、ここで動かすのはあくまでもコンテナ内で PHP は動いてるっていうイメージをしておいてもらえると混乱しないかなっていうふうに思います。自分も最初の方は同じターミナル上で PHP が実行されてるんで、自分の Mac で動いてるのかコンテナで立てたのが動いてるのかっていうのがごっちゃになってることがよくあったんですけど、まあ、今その操作をしているのが自分の Mac なのかコンテナなのかっていうのを常に意識しておいてもらえると、まあ、そういった、まあ、ハマりポイントとかにはまらなくて済むかなと思います。で、コンテナ内のコマンドを実行するには Docker コンテナ exec っていう Docker のコマンドがあるのでこれを使っていきます。で、 Docker exec-it って書いてるんですけど、まあ、これは、まあ、コンテナ内でコマンドを実行する exec っていう命令のオプションなんですけど、 gtty を割り当てますとかっていうこれだけ読んでもよくわかんないと思うんで、まあ、まずはコンテナ内でバッシュとかそのシェルとかを触りたいんであればつけとくっていう風に、まあ、覚えてもらうだけで、まあ、今回は問題ないです。コンテナの中の場所を、まあ、操作してこっちが入力して向こうが結果返してくれるの待ってっていうそういう操作がしたいんで今回は IT をつけといてください。なんでここバッシュ指定してるのか、これはコンテナ内のバッシュを実行しますっていうような命令なんですけど、まあ、なんでバッシュかっていうと、まあ、これって結構イメージによってバッシュだったり SH だったりとかっていうのが使えるシェルが違ったりするんですけど、まあ、それがイメージによってそのインストールしてるシェルが違うからであって、この辺はコンテナのイメージによって変えてください。まあ、なかっても実行されないだけなんで、まあ、とりあえずバッシュあるかなっていうふうにポチポチ叩いちゃったりとかしてたりとか、あとは今使ってるイメージ公式のイメージの中を見てると、ページを見てみるとこのイメージレイヤーズっていうのがあるんですけど、まあ、これはイメージに対しての命令の結果がここに出ていて、まあ、ここら辺でバッシュって出てるんで、まあ、自分の場合は、まあ、これはあくまで経験則なんですけど、まあ、ここでバッシュって出てるから、まあ、多分バッシュ使っとるんだろうと、バッシュって使えるだろうみたいな感じでバッシュパチンって叩いちゃったりとかしてます。じゃあコマンドを実行していきます。
で、ここはこの Docker コンテナ LS で出した実行中のコンテナの ID ですね。で、バッシュってやると今これがコンテナの中に、これ同じ ID ですよね、コンテナの中に入って、コンテナの中に入るっていう表現はあんまり良くないか、コンテナ内のバッシュを自分の PC から実行しているような状態になります。で、ここで PHP-V ってやると今使ってる PHP のバージョンとかが出てきてくれる。これ exit で一回抜けてもらって自分のターミナルでやると自分の PC 内でバージョンを見ると今自分の PC は 7.3 がインストールされてるんで、違う PHP のバージョンがインストールされていることが分かります。で、コンテナ内にじゃあ試しに PHP のファイルを作っていきます。で、今ちょっとコンテナ内に Vim がなかったんで Vim をインストールしていきます。コンテナの普通の Linux 環境なんで自分でアプリとかをインストールすることも可能です。OS によってパッケージマネージャーって違うんですけど、これもまた自分の場合は適当にこの辺見て、アプトゲット使ってんなっていうのが、一回アプトゲットアップデート、この辺はちょっと、Docker の話じゃないんであんまり省略するんですけど、一旦よくわかんない人は打っといてもらえたらなと。で、アプトゲットのアップデートが終わったんで、アプトゲットのインストールのビームをします。で、ここは ESY 押しちゃってください。で、ビームのインストールが終わりました。ワーニング出てるけど多分大丈夫でしょう。なんで index.ph、 いけましたね。で、これで何でもいいんですけど、適当にやってもらって、ここでインデックス PHP 実行すると、ここにちゃんとこうか出力されてるのが分かりますね。なんで PHP 動いてくれてるっていうのが分かると思います。はい。で、これで PHP を Docker の中で使えるようになりました。で、ただまだ実際に作業をする上ではちょっといろいろ足りてない部分があります。順番に上から言っていくと、コンテナ削除するとさっき作った PHP ファイルも一緒に、PHP ファイルっていうのはコンテナ内だけにしか存在してないんで、コンテナ削除すると同時に消えてしまいます。あとはせっかくなんでコンテナ内で Vim 使って作業するよりも、自分が使ってるテキストエディターを使って自分の PC 上で PHP ファイルを書き換えたりとかしたい。で、あとはせっかく今 Apache 入れてるんですけど、ブラウザからPHP のファイルを読み込んだりとか、ブラウザからそのアクセスしてブラウザのページで確認することができないんですよね、今は。コンテナって独立した環境なんで、ホスト外からはアクセスすることができない状態になってます。あとは今PHP のコンテナだけだったんですけど、MySQL とかも一緒に立てて PHP で何か編集したようなデータを保存したりとかもしたいですよね。で、そこでコンテナ間の通信をして、保存できるようにもしたいと思います。で、これらの今できてないことっていうのを、この後、一個ずつ解決していけるように、
まあ、順番に説明していこうと思います。